こんにちは。先日投稿した動画で話しましたように、LINE モバイルから OCN モバイル1に MNP をしました。ただ、LINE モバイルから NMT し、解約したからといっても、月の途中の場合、解約日は末日付けになります。まあ、まだ OCN モバイル1からスマホもンも届いていませんので、えー、解約まで余裕がないと、 困りますけどね。で、何も計画せずに LINE モバイルを開約することになったので、今後何をすればいいかわかりませんでした。ですので、何をすればいいかを調べてみました。結論から言うと、やるべきことは一つです。それは、SIM カードを送料自己負担で返却するということです。 今月分の利用料金の支払いはクレジットカード払いなので何もしなくても勝手に引き落とされていきます。で、SIM カードの送り先なのですがこちらになります。このように SIM をわざわざ送り返すのは面倒なんですけどね。なぜ SIM を送り返さないといけないんでしょうか調べた、調べてみたんですけれどもわかりませんでした。 まあ、シムカードは貸し出したものだから返してもらうのが筋ってことだけかもしれません。もしどうしても返してもらわないと困るのであれば、スイカみたいに返却したらお金を返すというような仕組みにでもするでしょうからね。実際にシムカードを返却しなくても何のおとがみもないようです。たとえ、 企約に薬金を払ってもらいますと書かれていても。多分、返却しても結局は廃棄になりますからね。まあ、使い道もないでしょうし。また、返却については、格安組会社によって対応は待ち待ちのようです。例えば、OCN モバイルワンだと返却が必要。ただし、返却しなくても薬金はありません。 ラインモバイルの場合は返却は必要です。予約金の免記はありません。IIJMIO の場合、返却は不要です。また、オンモバイルも返却は不要です。マイノルの場合は、AU プランは返却が不要ですが、ドコモプランは返却が必要となります。まあ、合理的に考えれば、シムは捨ててしまって、 いいですっていうのが一番いいと思いますけどね。私の場合、LINE モバイルですので、SIM の返却が必要となります。では、どうやって返却するのがいいのか。調べてみますと、日本郵便のミニレター、郵便書館が送料が最も安く送れるようです。これを利用するには、ミニレター専用の封筒を使います。ミニレター専用の封筒は、 25g の重さまでの荷物も送れるもので、郵便局のみで買えます。価格は62円です。ちなみに、コンビニンでは売っていません。また、アマゾンやあ楽天などで売ってたりしますけど、これは一般の人が売っているだけです。ミニレーター専用の封筒の重さは 9g です。ですので、 えー、重さ制限が 25g ですから、16g までのものが送れます。シムカードの場合、何 g かわかりませんが、多分大丈夫だと思います。ミニレーターの送り方なんですけれども、ミニレーター専用封筒に、シムカードに台紙を貼って、ミニレーター専用封筒に入れて、封を閉じて、ポストに投函すればいいと思います。いかがでしたでしょうか l i n e バイルを開発した後にやることは、SIM の返却、ということになりました。ただ、先ほど話したように、格安 SIM 会社によっては、SIM の返却が不要なので、開発しても何もしなくてもいい場合もあります。ユーザーとしては、この方が楽ちんですよね。私も、めんどくさがり屋なので、何もしない方が本当はいいんですけどね。今回の件で学んだことは2つあります。 まず一つ目として、かけや積み会社によって、解約後の積みの返却の要不要には差があること。もう一つは、ミニレーターというものがあること。この二つです。結局、長く生きててもわからないことってたくさんあります。今回のようなことであっても、経験するだけで少しは賢くなりますね。以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。